2011年に児童改修の疑いで逮捕され罰金刑が確定した男性は検索サイト Google で自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして検索結果の削除を求める仮処分を申し立てました埼玉地裁は忘れられる権利を初めて認めて削除を命じましたが東京高裁は公共の利害に関わるとして 取り消ししていました最高裁は検索結果を削除できるかどうかは事実の性質や内容プライバシーの被害の程度記事の目的や意義などを比較して判断すべきとした上でプライバシーを公表されない利益が明らかに上回る場合に限って削除が認められるとする基準を示しました。そのの上で男性のケースについては 社会的に強い非難の対象で今も公共の利害に関わるとして削除を認めませんでした。